本当もらうとね年賀状って本当に嬉しいですけど実はですね、はい、今年の年賀状のコミュニケーションメッセージが、えー、先ほどもご紹介ありましたけれども年賀状をくださいだってもらうと嬉しいんですっていうのが、うん、えコミュニケーションメッセージなんですよね、うん、やっぱりもらうと嬉しい年賀状ですけどじゃ例えば、はい、アンジェリカさん男性からもらうとしたらどんな年賀状をもらうと嬉しいですか,、はい、ですかいや聞いておきたいですね,ね <laughs> 参考にしてくださいね,そ,ねそうですねなんかやっぱり男性か なんかこう見た目とのギャップが欲しいですね。例えばまあちょっと字がそんな綺麗じゃなさそうなのにすごく綺麗な字でなんかメッセージ付きとかでなんかそうもらえたらわーっと思いますね。すごい字綺麗ってやっぱり男性もね字綺麗な人の方が私は素敵だなと思います。字ま綺麗ですか、ね？す字はあまり綺麗じゃないです。<laughs> ギャップっていう話もありましたけどね。どうです、じゃ、この女性の意見を受けて、どういうネガ年賀状ことしか。そうですね、なんか、まあ、あんまりこう、そのお洒落なっていうよりも。まあ、なんか一言こう気持ちを込めるとか、まあ、一言こう手書きで書くとか。なんか、そういうのとかも、なんかいいかなと思って、そのギャップとしては。ギャップとしては。まあ、僕なんか多分書かないと思われていると思うので、まあ、そのあたりも含めて。でも、シンプルな、なんかメッセージだけとかもかっこいいと思います。なるほど、シンプル。 シンプルです。筆ペン、筆ペンとかで書いてほしいですね。ああ、ですって。筆ペン。もう早速買いに行きます。ああ、ですか。もう参考にして。じゃあもうかっこいいね筆ペンの年賀状今年は作っていただきたいと思いますけど、逆に前園さんは女性からもらうとしたらどんなのがいいですか。まあ女性からというかあのまあ本当に女性も含めてあのどなたからいただいても嬉しいんですけど、僕の場合そのサッカースクールで子供たちを教えてて子供からよくもらうんですけども、先ほどあのアンジェネカさんおっしゃったように。 あの今女子の子供がサッカーやってる子がすごく増えてて、はい、女の子はやっぱりこう。デコレーションちょっとシールとか貼ってくれて送ってくれるので、うはい、そういうのすごくやっぱり。嬉しいですね。はい。ときますよね、はいはい。今年もたくさん可愛いのがね。くると嬉しいですね。すねはい、アンジェリカさんは今年どんなのか、こうとか決めてます。はい、そうですね。私あのもうすぐで三十歳になるので。うん あのー、ちょっとこう清楚な女性らしい年賀状が書けたらいいいなとは思っていますううあこれからの時期いろいろと楽しみながらよく考えて素敵な年賀状を作ってくださいね。はい、ところで,です、ね、なんと今年のお年玉付き年賀はがきなんですが1等商品が現金10万円になったんですよ。うん すごいですよね、嬉しいですね、これまた。どうしますか、もし年賀状で現金10万円当たってしまったら。どうしようか、僕は10万円ですよね、ちょっと本当にリアルに考えて僕、ペットを飼っているんですよ、犬と豚を飼っているんですけれども、いつも野菜とかそういう果物を飼っているんですけどちょっと高価なものを。 十万円いやまあ十万円分もうすごいですけれどもはいまあたまにはそういう時にかなと思ってます美味しいものいっぱいはい食べられますねそうですすごい食べそうですけどねあとなんかサッカーボールをスクールで買ったりとかはいはいはいそれぐらいできるかなっていう感じですリアルな夢が膨らみますねはいアンジェリカさんは当たったらどうしますどうしようかななんかお母さんと一緒に美味しいご飯食べたいですね親孝行なんかあの毎年あの 初詣ードにあの、はい、伊勢に行くんですよ母とでもすぐいつもトンボ帰りなのでなんかせっかく伊勢に行くからまあ伊勢エビとか美いね,ね美味しいそういうなんかお肉とかを食べさせてあげたいですね母に初詣。ね、ただし抽選会は1月17日です。はい なのでそれ終わってから夏が来ます。それ終わってからいきます <laughs>、はい。じゃあごちそうね。はい。で先に家族みんなでいっぱい十万円あったら美味しいもので食べられますので当たるといいですね。抽選会1月17日ですので楽しみに付いてくださいね。はいはい、さあそれでは最後になりますがお二人から会場の皆様と全国の皆様に一言ずつメッセージいただきたいと思います。じゃアンジェリカさんからお願いします、はい。そうですね。えっと私もえっと今年はなんかこう。 モデルの仲間だったり、大切な人にたくさん年賀状を送りたいと思っています。なので、皆さんも大切な人に年賀状を送って、そして年賀状をもらってハッピーな1年を過ごしてほしいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。バイサラさんお願いします。はい、あのまあ、先ほど言われた通り、なんかあのいろんな今ツールがあって、まあ僕も活用とかさせてもらってるんですけども、本当にこう。自分の大切な人とかあのー？ まあ、本当にこうお世話になっている方とか、そういう方にやっぱり感謝を込めて、まあ、一言何か。あの、自分なりのメッセージを添えながら、あの、送っていきたいなというふうに思っています。はい。はい、素敵な映画像、期待しております。ますありがとうございました。本日のスペシャルゲストのお二人にお話を伺いました。どうもありがとうございま。はい、ゆっくり、オッケー。<laughs>